日本大阪府水田市千里山名神高速道路千里山トンネル関西大学千里山キャンパスの下を通っている千里山は大阪府水田市中西部の地域名称また同市の旧大技である地里丘陵の別名のように用いられる場合もあるが地域としての千里山は地里丘陵の南部にあたる大正中期より 阪神間モダニズムの影響を受け開発された高級住宅地の千里山住宅地や関西大学千里山キャンパスの所在地で知られる。1889年4月1日の町村政志向により、島下郡埼寺村と片山村が合併して、島下郡千里村が発足した。村名は、埼寺の北側の昇級が千里山と呼ばれたことに、ちなむ。 1896年4月1日の軍の統廃合により、以降は三島軍に所属。1920年から1928年にかけて、大技デ寺の西部において、当時としては大規模な住宅開発が大阪住宅経営株式会社によって行われた。人口急増に伴い、1931年に大技デラから大技千里山が分立したが、 1921年に開業した千里山駅が千里山と読ませていたこともあって、大技の読みも千里山となった。1940年4月1日に千里村は道郡水田町、岸辺村、豊野郡と四つ村とが合併して水田市となり、以降は水田市の大技となった。1960年から1980年にかけて、 数度の大技改編及び境界変更が行われ、千里山の大技は消滅したが、千里山を関した町名が九つ誕生した。現在は、千里山を関した以下の九町がある。これらの地域の総人口は二万九千四百七十七人で、追田市全人口の八点四パーセントに当たる。常実の通り、数度の境界変更を経ているため、かつての大技千里山とは、 若干の差異があり、大技サイラにまたがるなどしている。また、サイテラ4丁目の一部は、大技千里山にまたがる。住宅地の地価は、2014年1月1日に公表された工事地価によれば、千里山西5の31の7の地点で23万7千円、平方メートル、千里山松が丘12の24の地点で20万8千円、平方メートルとなっている。 レッチワース千里山住宅地は1920年から1928年にかけて大阪府三島郡地里村大和座サイベラ、現在の大阪府水田市千里山西一丁目と四丁目から五丁目、千里山駅の西側一帯に計画的に建設された日本初となる田園都市な郊外住宅地。イギリスの田園都市、レッチワースをモデルにロータリーを中心に直線の街路が 放射状に伸び、その延長線上の北部と南部に小さなロータリーを配置し、全体を半環状に構成する設計となっており、これには当時の内務省の関与と指導があったとされる。1921年に北大阪電気鉄道の開業に合わせ、当時終点だった千里山駅前に大規模な住宅地の開発が、 大阪住宅経営株式会社によって行われ、1922年より分譲開始された。大阪住宅経営株式会社の設立者は、当時の大阪商工会議所の会頭の山岡淳太郎で、彼は就任時から経済開発点のためには、住宅事情の解消が急務として、当時の大阪府知事、大阪市長らを発起人として、当会社を設立している。 大阪市内では工業化の進展とともに、大気汚染、騒音などの郊外問題が、明治後半には早くも深刻化しており、そこへ人口の増加による住環境の悪化、これら、ペスト、チフス、肺結核の蔓延が重なり、軍部の地域より平均寿命を下げていた。それらを避けるために、郊外への移住の志向が強まっており、隣接する豊野郡の豊中、池田、 未能などで未能有馬電気軌道が住宅経営ですでに成功を収めていたのにもそのような背景があった。山岡は内務省の焦燥官僚による日本での田園都市建設の構想を受けその住宅地のプランを内務省の外郭団体である都市研究会に委託した。都市研究会から間もなく阪神館モダニズムの影響もあり20世紀初頭から 建設が始まったイギリスの田園都市のレッチワースなどを参考にして、千里山駅の西側に広がる地さ途急両入り口部の緩やかな傾斜地に、駅から少し離れてロータリーの花壇のある広場を設け、そこから放射状に伸びる街路で構成される青写真が提示され、そのまま実行に移されることとなった。この開発に際して、水道、電気、ガス、下水道の整備が行われ、 当時としては最も先進的な内容となっている。関西大学千里山学者また、住民の集会、親睦のために広いロビーがあり、ビリヤード、囲碁、将棋などの設備のある会館、さらにはテニスコートなども設置された。開発総面積は98,300坪、宅地区画は743区画、建築された住宅の建て坪は20坪前後のものが多かった。 一区画を二分割して、宅地とするのも可能で、また、大阪住宅経営による二戸建ての貸し屋の経営も行われ、敷金不要であった。隣接する地区には、関西大学の誘致や千里山遊園の建設も行われている。後年、こうしたモダンな生活風景は、大谷総一に千里山夫人と評された。千里山住宅地の開発以降も、 1938年には、隣接地区で、千里山継承邸宅地が分譲され、1956年には、駅東側に、日本住宅公団によって、千里山団地が建設され、1961年には、日本初の巨大、ニュータウン、千里ニュータウンの建設が始まった。同ニュータウンの工事が開始された時、それまで終点であった千里山駅の行き止まりにあった、 土砂を取り除き、南千里駅、北千里駅へと延伸工事が実施され、電車が開通するまでの間、ニュータウン業の臨時のバス停留所が、この千里駅前に設けられていたという。現在では、周囲全域が市街地となり、昔の郊外の面影すらない状況であるが、この地区は樹木が多く、所々に田園郊外の面影を残し、 古くに計画的な住宅開発が行われた痕跡をとどめている。千里山会千里第二小学校東京同窓会に始まる千里第二小学校の在籍経験者、またはこれに準ずる仲間たちで作る会が東京にて1970年より集会や会始の発行等の活動を行っている。ありがとうございます。